なさい。聞こえてました？ごめんなさい、本当にごめんなさい。もう一回来ますね。ごめんなさい、本当に無駄な 5分間を過ごしてもうアーカイブ勢の皆さんもこんばんはまで 3回目だ。 OK 行こう。今日からなんと僕の夏休み3始めたいと、3じゃない2だ始めたいと思います。よろしくお願いします。プラちゃん、スーパーステッカー、ありがとうございます。ありがとう。ナミキーさんも、メンバーのやつ、ありがとうございます。ありがとう。局長さん、シュンさん、メリンさん、YN さん、ミチさん、ユーユーさん、リュンクリスさん、マーベリックさん、リュウキュウさん、スリックさん、フィジカルさん、カラキタッチワさん、バティさん、ピカチュウ大好きさん、カズヤさん、ピロピさん、ラットヒンクさん、チムニーさん、チキン野郎さん、コグマさん、キリアさん、ザウルスさん、セイノさん、タギスケさん、キョンキチさん、ラビさん、ウナジュ大好きさん、ドミオさん、エンジェルさん、レオンクリスさん、テツさん、リョウさん、ケビンベーコンさん、渋谷さん、どの辺だ、ワルネコさん、そしてアーカイブ勢の皆さん、こんばんは。そしてピョン吉さん、スーパーチャットありがとうございます。お帰りなさい。おんぶちゃんのいない東京は少し寂しく見えましたありがとうございます。本日帰ってきました。こぐまさんもスーパーチャットありがとうございます。そんなうっこりのおんぶちゃんも好きだよありがとうございます。とはいえ始めていきましょう。ポチ、さっき買ってきたんですよこのゲーム。最初から始めていきましょう。日記に名前、3年何組ですか。3年 A 組。できた。あ、B 組だった間違えちゃったな。さっき東京駅で新幹線降りて、海の上に白い犬ども浮いていた。はい、夏、夏の雲だ。キレキレの人だ。ねえ、船頭のおじさん、私、ホームシックにならなかったんだよ。どっか行ってたのかな、帰省。
バングデーさん、コタロー、ムゴイさん、タケさん、僕、見かけない顔だね。マサキさん、ユイトさん、こんばんは。どこんちの子かな。小学生が一人で観光に来るわけはないし。僕、お母さんが臨月だから8月の間だけおじちゃん家に預けられることになったんだ。へえ。一人でここまで来たの？ううん、潮立てまではお父さんの車で来たんだ。でもお父さん、今日中に東京まで帰らなきゃいけないから、さっき潮立ての港でさよならしてきたんだ。一人で船に乗るのはちょっと心細いかもね。うん。ねえ、お姉ちゃんも一人でここまで来たの？え？私、今年の春から東京の高校に通ってんだ。高校生？だから、もう一人は慣れっこね。老人さん、マギちゃんさん、こんばんは。ヤスコちゃん、海の街見えてきたよ。おー、ここが2022年音符が過ごす島か。あの街で生まれ育ったんだ。街よ、ヤスコが帰ってきたぞ。音符が帰ってきたぞって私も言えばよかった。昨日帰った時に言えばよかった。この曲大丈夫かな。これは YouTube さまよう残された私の心は夏模様夢が澄む夜の中長い冬が。広告剥がされるのは全然いいんですけどね。これな、アーカイブ残せないのが一番悲しい。なんとかの花咲き。何話してんだろう。ちなみにあれなんですよ。そう、さっき新幹線降りて、やばい、私ゲーム買ってない。昨日気づいてたんですけど、ネットで買ったらもうこれ間に合わんなと思って秋葉寄って帰ってきました。秋葉寄ってすいません、僕の夏休み2ありますかって言って探してもらって、結局あってよかったです。さっき買ってきて。はい、気をつけて降りてくださいね。お、着いた。僕くん、ご苦労様。やっと着いたね。こんにちは、おじちゃん、おばちゃん。これ、うちのたけしとしげる。もう何年も会ってねえから覚えてないだろう。お姉ちゃん、こっちこっち。ねえ、君何年生なの？僕は3年生だけど。小3。俺5年生。なんだ、やっぱり僕が一番下か。というわけで、あ、ちょっぱ。3人とも1ヶ月間仲良くするのよ。おい、みんな、撮るよ。何を、写真かな。はい、あー、ちょっと、怪しい人。怪しい。怪しいよ、写真撮ってくれた人。あかねハウス。はい、今日からここが僕くんの部屋よ。あ、今日からはここが私の。布団がえらい数ありますね。ごめんね、おばちゃんち民宿やってるからいろんなものを置いてあって。だからこんなえらい数布団があるのか。この部屋はね、一番いい風が入ってくるところなの。あと食堂でご飯を作ってるとその匂いもね。いいね。お腹が空きそうだね。じゃあもうすぐ晩ご飯にしてあげるから、ちょっとだけ
うちの周りでも探検してきたら？おー、したい、うん、ありがとう、早く動かしたい。でも、あんまり遅くなったから海で泳いだり、うん、山の中へ入っていっちゃダメよ。おばちゃん、ぼくくんのお母さんに危ないことをさせませんって約束したんだから。はい、かわいい、この子動かせる？動かせない。T シャツなんだ。脱いだ。どうしよう、自動ポルノ、自動ポルノだよ。危ない。動かせる？動かせないよ。こっちに動いたりとかはできるけど、あ？なんだかうちのお布団よりも硬くて薄い気がするけど、ちょっと待って、動かせないな。なんでだ？これはできるのに。説明を読め。説明書入ってた。そういえば十字キーがね、使えないな。十字キーでこれが動くんですけど、左右上は何もならないな。下は反対向くのかなって感じなんですよね、十字キーなんですけど、ちょっと説明書。操作方法。バツボタンを押すと僕が前に進みます。2ボタンを押すと進む。なにこれ、気持ち悪い。なんこの本、なにこの操作方法。これで角度調節して×で進む、勝手に。なにこの気持ち悪い操作方法。気持ち悪いよ。 なんだこの操作方法。自転車を丸ボタンで調べると乗ることができます。へえ、なるほど。むずいよ。はい、ではここ入ってみたいな。ここのお部屋に入ってみたいな。あ、誰かいる。小さな赤い時計が置いてある。この時計を借りますか？はい、じゃあ借りてこう。僕はこの時計をしばらく借りることにした。部屋持ってこうぜ。よう、ご苦労さん。おじさんか。うちのガキンチョども最初はちょっと遠慮してて、なんだかとっつきにくい感じがするかもしれないけど、まあ、すぐに化けの皮が剥がれっから。仲良くしてやってくれよ。わかりました。うん、気持ち悪い操作方法だ。なんだこれは。こっちか。2階行けるのかな。あ、行ける。男湯だって。男湯だっていいのかな、いいのかな。体重計乗れるのかな。それさすがに乗れない。合法です。合法ですよね。ちあ、
大丈夫なのかな。お風呂入って大丈夫なのかな。大丈夫だアングル。あ、終わり。あ、出てきた。あ、洗面台の前で。よし、オッケー。難しい操作。こっから外に出られる。え、違う。なんだ、秘密基地みたいのがある。なるほど、なんだここは。違う。あ、今持ってるものなんだこれ。これなんだ、昆虫、魚。これ捕まえる系、持ち物。ラジオ体操カードしか持ってない。これは虫網設定のみか。調べたりとかはできない。おー、うわ、すっごい飛ぶじゃん。身長の倍だよ。手前には道がないのかな。ないか。ここに秘密基地があることを覚えました。こっちには行ける。行けるね。行ける口だね。よし。ん？行けない？いけない？あそこジャンプできたじゃん。いけるよ。君もいけるよ。いけないっぽう、この先。いけないんだな。よし。行くなと言われても山に突っ込んでいく。当たり前ではないでしょうか。んで？あ、ここになんか階段ありそう。危ない。危ないことするね。ここどこ？ここはどこなんだ？飯だぜ。びっくりした。食事はいつもこの海の家で食べるのよ。いいだろ。海の家、海の家で。冬はちょっくら寒すぎるけどよ。台風来た時なんかすごいんだよ。ねえ、お兄ちゃん。まあな。よっしゃ。じゃあ、いただきまーす。いただきまーす。ミントミントさん、イエクドラゴンさん、高見さん、こんばんは。ああ、食った食った。なあ、ボクちゃん。おじちゃんが1日100円で宿題やってやろうか。もう、また変なこと。設定で時間経過を遅くするのおすすめです。3日くらいやってみて考えようか、じゃあ。朝飯前や。くそ、親父が。まあまあ。ところで、僕くん。夏休みの自由研究は何するの？音符って呼んでくれないんだよ。僕くんなんだ。うちの前の道路の交通量の調査。は？何それ？毎朝30分何台通るか数えるんだ。お前インテリだな。ここじゃその研究無理だよ。なんで？田舎だから。走ってないよ、車なんて。まあこの辺で簡単にやれるのって言ったら昆虫採集くらいかな。コナン君じゃん。そうなんだ。交通量なんて嘘書いたってバレねえだろ。まあ父ちゃんたら。じゃあごちそうさまでした。ごちそうさまでした。でした。ねえ、光彦とコナン君だよ。ここんちの子供。夜も歩き回れる？もしかして。行け！飛び込めない。
違う。めっちゃ操作難しい。反対に行ってしまう。行けない？行けないか。夜回り、僕の夏休み始まりました。家がどっちかは全く分かんないです。あ、家だ。アカネハウスこっちだ。大丈夫かな、私めちゃくちゃ方向音痴なんですけど、道覚えられるかな。行けない。鍵がかかっているようだ。なんと。よし、家に帰らずに外に行こう。ポポノタンさんこんばんは。そこはな、これなんだ。虫網はダメなの？どうしてダメなの？ここに虫がいるじゃないか。なんでダメなの？ここには入れない？入れた。猫がいる。かわいい。かわいい。1日目から家に帰らない。普通さ、みんなで帰るんじゃないのかな。あい、すごい汚い押し入れ。すっごいボロボロな畳。猫の餌が置いてある。誰かが置いてるんだ。で、猫の世話してるんだ、きっと。怖、なんか音楽鳴ってます。え？ピアノの音がする。あ、違う。お邪魔します。おやおや、これはこれは。どうも。随分と可愛いお客さんが来たようじゃ。あ、勝手に入っちゃってごめんなさい。勝手に入ってきました、空いてたんで。ここは田舎なもんで、玄関を閉めておく習慣などないのじゃよ。この家も、そしてわしの診療所もじゃ。好きな時に勝手に入って。お医者さん？診療所ってことは。うん、ありがとう、おじいちゃん。ねえ、おじいちゃんっていくつなの？え、うん、わしか。わしはおかげさまで今年数えで73になるはずじゃ。おー。ねえ、数えって何？数え年といって、昔の年の数え方じゃ。私のおばあちゃんは87歳なんだって。この間今日かな聞いた。鍵がかかってます。勝手にテレビ変えよう。ダメだ。え、誰？気持ちよさそうに寝ている。無防備だな。お、台所だ。小さなガスコンロ、後ろにマッチの燃えかすがたくさん入った空き缶がある。え、お風呂勝手に。トイレとお風呂一緒だ。昔のうちもあったんだ。お風呂とトイレ一緒みたいな。変な戻りしてますね。うわ、びっくりした、犬がいる。
猪俊さん、エリーさん、こんばんは。かわいいな。この島には猫ちゃんもワンちゃんもいます。出られないよ。え、出られないの？こ、あ、出られた、よかった。ねえ、ピアノの音はテレビなんかな。ホタルめちゃくちゃいます。こんちは入れるのかな。あ、診療所だ。まあ夜鍵かかってますよね、そりゃ。これでこの町は終わりかい？終わりっぽいな。なるほど、一本道なのかい。ここちょっと行けそうな。あ、鍵かかってます。公園もあります。おー、夜の公園。上に行っちゃってるよ、ブランコ。これはいいんかな。砂場もあります。滑り台滑れるかな。無理？お、いけるいけるいける。船で会った JK のとこ、予売に行こうぜ。ちょっと音符、予売が何のことだかわからないな。予売ってなんだろう。お、ぐるぐるもある。一人で夜中一人で公園で遊んでる。楽しい。はい。こっちは？いける。なんだここ。おお、ワク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 します。さあ、ボクくん、絵日記書いて。おやすみなさい、しましょう。強制的に、うん、おばちゃん、おやすみなさい。びっくりした、急に。なんか始まったかなと思ったら、お家にいました、次の瞬間。え、なに？ないじゃん。あ、びっくりした。書けました。なんか自分で書くのかなと思ったんですけど。やっと到着。おじさんの海の家。太陽さんさん、夏休み。夜になったら波の音だけ静かに聞こえてる。ピアノの音も聞こえてました。わー、でも1日目なんかちょっとあれだね。ちょっと緊張するだろうね。はい。え？これ疑似メモリーカードじゃダメ？もしかして。もしかして。疑似じゃダメ？どうしよう。いや、プレステつけっぱなしにしとくのでも全然いいんですけど、30分かな、1時間かな、無操作だったら、勝手に消えちゃうんですよね、電源。明日、プレステ2買いに行こうかな。疑似メモリーカードじゃダメなのか。今からはね、ちょっとね、お店やってないと思うな。もう夜だし。
一気にやりきるかプレステ2を買いに行くか。どうしよう。S 陽平さんこんばんは。どうしよう。とりあえず家で。一気にやらんとあかん、これ。あれ？あの二人はどうしたの？今朝はロケット見に行ってんのよ。ロケット花火じゃなくて？うん、近所の子が小さなロケット作って飛ばしてるの。まだちょっくら危なっかしいから、本当はうちのガキども行かせたくねえんだけどよ。どういうことだ。でもおばちゃんはね、ヨウくんのロケット結構このゲーム長いですよね。え、そうなの？ヨウくんって誰？港の向こう側の家にお父さんと二人で住んでるの。セーブできないのきついな。中学生のお兄ちゃんだよ。このゲーム長いんだ。ちょっとあれ、ちょっと待ってよ。ん？どうした？なんかあれですね、不調ですね。いろいろと全部がうまくいってない。今んとこ全部うまくいってない。今日のもまっすぐ飛ばなかったね。やっぱ燃料の組み合わせらしいよ。あと補助ロケットのバルブの数がどうしても足りないんだって。買うと高いものらしいから、今までに墜落したやつのも全部回収したいって4人で見られなかったよ。ちょ、いいところ、おばちゃん、いいところ見られなかったよ。はい、はいはい。あ、ごめん、やすこちゃんの大好きな氷あずき売り切れ中なんだ。それは残念だな。やすこちゃん家はどこにあるの？やっぱここにいるんだ。ぼくくん、おはよう。姉ちゃん、おはよう。おばちゃんち、もう慣れた？わかんない。そっか。ちなみにディスコには何の異常もないと思います。多分ね、お姉ちゃんち教えてあげるよ。うん、教えて教えて。キャプチャーボードの信号が一回途切れて、またつなぎ直すっていう形でエラーが起きてるんだと思います。お父さんお母さんがいないうちなの。今一緒に暮らしてるのはおじいちゃんと妹なんだ。へえ、そうなんだ。訳ありだぞ。風邪の怖いのすぐ上なんだけど、場所わかるかな？え、わかる。さっき言ったの。そっか。じゃあとりあえず公園の入り口で待っててあげるよ。うん、ありがとう姉ちゃん。おーい少年。何？公園ってここのすぐ上の方だからね。ラジオ体操の場所だよ。なるほど。プレステ2買っても取り込めない。HDMI ついてないんですか、プレステ2って。ちょっと待ってよ。疑似メモリーカードっていうのは仮想のメモリーカードのことで、プレステ3初期型はプレステ1、プレステ2、プレステ3全部のディスクを遊ぶことができるんですけど、メモリーカードを挿すものはついていなくて、その代わりに疑似メモリーカードといって、メモリーカードの代わりとなるようなソフトが入ってるんですけれども、それを認識していないということですね、このディスク自体が。僕夏が終われ、私の僕夏が終われ。どうしよう。疑似メモリ設定し直してみたら、設定してし見直す。そしたらさ、私のドラクエ8のセーブデータが消えるとかそういうことはないですよね。ちなみに、ちなみになんですけど、メモリーカードらへんいじったら、ちょっと待ってよ。いや、なんもない設定。私の夏休みが私の夏休みが
あ、え、決定。これでどうだ？うん、ちゃんとでも設定してましたよね、前もね。ちょっと待って、もう一日やってみて、これで差し込み口認識されてなかったら、一回どうやって確認する？セーブとかあるのかな？セーブはない。あー、これ戻るのか。2回行ってみよう。あ、こんなところに釣りとかできないんかな。え、飛び込むの？え、息のゲージがあるね。どこまで行けるか行ってみよう。一番遠くまで。どこまでも行けるのかな。え、違う場所に来た。え、すごい、船、沈没船がある。沈没船がある。死んじゃう？息がさ、続かないと死んじゃう？もしかして。貫通してる貫通してる貫通してる。あ、ちょ、はい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 、ごめんなさい。セーブできたような。なんと。中入れるのかな。入れないな。わかんないか。ちょっと遠くに行こうか。遠くに行けない？もしかしてこれどっか無人島みたいなのつけるのかな。上陸はできない。上陸はできなさそうです。砂浜とかなら上陸できるのかな。これ進んでます？進んでないな。ここまでだ多分。海行けるの。上陸できないのかい？あ、できる。上陸しました。多分今びっしょびしょ。いもえも、なんだここ。いもえもさん、こんばんは。あー、内側から鍵がかかっている。なるほど。まだまだ私の知らない道がいっぱいあるっぽい。この木って、もしかするとカブトムシやクワガタの木かな？かな？虫いっぱいいるんですけど、どうやって捕まえるんだろう。蜂がいる。ちょっと待ってよ。このさ、あ、来た。あれ？もっと上じゃないかな？あ、なんか、日暮らし、買う。日暮らし買い始めました。よろしくお願いします。
よ、こっちはどこだい。違う。え、なんか捕まえた。スモモシジミ買う。どこだろう、ここは。おーい、本がたくさんある、かわいい表紙の。こんな時期にストーブなんて。うわ、何の部屋？あ、診療所かな、これ。診療所っぽい。こっちは？あ、お手洗い？お手洗いっぽい。あやパパさん、こんばんは。よいしょ。あ、あの人だ。おやおや、これはかわいいお客さんが来たようじゃ。よろしく。さて、どこの具合が悪いのかの。ちょっと心の具合が。そうか、ここ病院だから元気な人は来ちゃダメなのか。いやいや、来ちゃダメということではない。しかし、活発な少年のお相手がこの老いぼれに務まるかの。務まるよ、お姉さん。こんにちは。こんにちは。君はどこのうちの子？僕、夏休み中だけおじちゃんの民宿に来てるんだ。へえ、それはいいね、うん。お母さんも一緒に来たのかな？うん、うん、お母さんは赤ちゃんを産むんだ。お兄ちゃんになるんだよね。だからおじちゃん家に来たのは僕だけ。そうなの。ちょっと寂しいね。じゃ、お姉さんでよければいつでも遊んであげるからここにいらっしゃい。私の名前は渚っていうの。渚。よろしくね。僕は僕って言うんだ。僕は音符です。面白い名前ね。違う違う。周りの大人の人はみんな僕のことを僕って呼ぶんだ。だから僕は僕。なんだ、そういうことですか。お、遊んでください。ここ診療所はお姉さん、いつも暇なのよ。渚、渚、だから毎日僕と遊んでよ。遊びに行ってもいいからね。渚、渚、僕と遊んでよ。ここ診療所はいつも暇なのよ。だから毎日遊びに来てもいいからね。渚、遊んでおくれよ。あれ、よいしょ。そし、どっちだっけ。あ、ここだ。高校生のお姉さんのお家。お邪魔しまーす。ここ？ここにいる？ダメだ、鍵がかかってる。操作もう慣れてるやん。慣れてきました。ヨゼフ。かわいいね。よっしゃ。なんか公園のとこ、あ、ここ空いてるぞ。ここさっき閉まってましたよね、夜。すっごい、なんだここ。あちら側か？この扉のあちら側か？多分あちら側だ。さっき閉まってたとこ。はぁ。公園で待ってるってさっきね、言ってたね。すごい。なんてモダンなお家なんだ、この時代にして。超お金持ちの感じがしますね。よし。あ、あれ、あの女の子、夜寝てた子だ。こんにちは。あれ、さっきお姉ちゃんが水飲み場のとこにいたんだけど、
もしかしたらあんたのこと待ってたの？そうだよ。そうだと思うけど。私が待たせてるの。そうなんだ。お姉ちゃん、なんであんたみたいに冴えないのと待ち合わせしてるんだろう。初対面で冴えないって言われた。ちょっと虫取ってもいい？ここの、ここに虫がいるの。モンシロチョウ。何でも狩るね。なんか今ここにモンキチョウいてる。違う。乗ってくれるな。え、これで？シュールだ。まだ続ける？はい。もういいです。何回も続けたら、ああ、なんかあるとこあるのかな。ここにさ、モンキチョウがさ、いるんだよ。ちょく。違った。少量バッタでした。よし。虫コンプしよう。虫おらんか？もう。いなさそうだな。なんかおるぞ。モンシロチョウ2。48ミリとかなんか大きさが書いてあったんですけど、今。来たよ。遅い。もう日射病になっちゃうかと思ったよ。日射病、熱中症とかじゃないんだ。ちょっとだけ嘘よ。私さ、ここに帰ってきても家族以外のいわゆる友達ってやつが皆無なんだよね。なんで？あ、皆無って意味わかる？だって小中はここにいたんでしょ。ゼロってこと。青春的物差しで考えるとここって絶望的なところなんだ。だって中学は船に乗らなきゃいけない隣町だし。ああ、そうなんだ。ここの町ってとにかく漁の時期以外は人が少なすぎるの。そうなんだ。あれ、昨日防波堤にいたお兄ちゃんは？え、誰のこと？知り合いみたいだったけど。まあどうでもいいじゃない。ねえ、このすぐ上の丸い屋根が見えるのがお姉ちゃん家だよ。知ってる。あれ、この家こっちが玄関なんじゃないの？うん、そうだよ。でも私の部屋、もともとはお父さんの部屋だったんだけど、今はちょっと訳ありで裏庭からじゃないと入れないの。え、鍵がもう開けられなくなっちゃったってこと？そういうこと？家の中は繋がってないの？以前は普通に繋がってたんだけどね。お母さんが家を出てった時にドアの鍵を持ってっちゃったから取れなくなっちゃったんだ。いや、開けられるよ。鍵の救急車呼べば開けられるよ。これが当面の懸案事項。我が家の喉に刺さった大きな骨ってわけ。それって痛そうだね。でもこっちの部屋だけまるで秘密の隠し部屋になったみたいで、それはそれで気に入ってるんだけどね。いや、絶対不便だよ。ここの庭綺麗でしょ？綺麗だね。虫取りたいよ。今年の春からいなくなっちゃったから、ここも少しは荒れちゃうかと思ったんだけど、手入れしてくれてるんだ。うちのおじいちゃん、豆な人だから。豆な人？そう、もう頭が上がらないくらいに尊敬してるんだ。でも私の高校進学のためにとっても迷惑かけちゃってるんだよね。そうなの？はあ、いい風が吹いてるな。お姉ちゃん、ここから海を見るの大好きなんだ。あ、でっかいかぼちゃ。うわ、今年ももうこんなに大きくなってんの？スイカもあるね。
そこって何なの？妹の光がいろんなものの種を適当に撒いてる彼女の農場なの。大きなかぼちゃとか、あと野良猫のお墓もあるんだよ。こなこなさん、こんばんは。さてと、今は一応ここが私の部屋なんだ。これが開かないドア？うん、そうだよ。それにしてもここって天井高いし、なんだか不思議な建物でしょ？そうだね。ちょっと紫外線が気になるよ、こんなに窓あったら。うん、そうだね。まるで天文台みたいな形をしてるし。天文台か。ねえ、お姉ちゃんさ、夏休みの間はここにいることが多いと思うから、いつでも勝手に入ってきていいからね。うんうん、そうだ、夜でも裏の木戸を開けといてあげるよ。やっと。ここは泥棒さんとかいないから大丈夫なんだ。昨日は閉まってた。うん、分かったよ姉ちゃん。お姉ちゃん家に夜、夜にお姉ちゃん家を開けとくだと誘われてる？私今誘われてる。お、おなしあげは。あげは。78mm。モンシロチョ2 47mm。でも何が何ミリだったとか覚えられないや。44mm。全部勝ってるけど今んとこ。え？こっちか？え？どっちだこれ？この黄色いのは。え、びっくりしたー！水出てきたー！びっくりしたー。違う！もうどっか行っちゃったよ。虫が。ちょっと 3D 感ちょっとむずいよ。モンシロチョ3 48。ん？ 48。 どっちにいるんだ？ 46、 ちっちゃい。48。ね、20年も前のゲームなんだって。この子遊んでくんないかな。ところでさ、うん、あんたが大切な夏休みの時間を無駄なく過ごせるように光が発明した占いで占ってあげようか。ちょっとなんかあれだな、上からだな。昼や夕方だったら今日何をすればいいか、夜だったら明日何をすればいいか占ってあげるのよ。え、占ってほしい。あれ、あんたまさか私の言うことが信じられないっていうの？うん、いや、そういうわけじゃなくて。ねえ、じゃあどうすればいいの？じゃあね、まず光が1から6までの数字をなんとなく選ぶの。うん、今日は5ね。1、2、3、4、5。あ、それ知ってる。で、次はその見えてるところから僕が数字を選ぶんでしょ？そうなの？なんだ、知ってるんじゃない。ねえ、この赤い丸がついてるのは何？それは光の今日のおすすめなの。なるほど、そういうことか。はい、じゃあこの中から好きな数字を選んで。そんなこと言われたら7にしちゃくなるよ。おすすめなのとか言われたら、そんなこと言われたら7にしたくなっちゃうよ。天の弱だから7で。昼の診療所。どうでもいいけど、看護婦の渚さんが最近めっきり綺麗になったのよね。僕のために。何が起こってるのかしら。どう、
参考になったかな。さてと、光のおすすめもう一回聞く？大丈夫です。じゃあまた占ってほしくなったら声をかけてね。渚が僕のために綺麗になっているだと、僕のために診療所に行かないといけない。僕は渚のために診療所に行かないといけない。モンシロチョばっかりだ。モンシロチョばっかりなんだ。よし、渚ルート。今年の夏僕は渚とひと夏のあれをする。この診療所はいつも暇なのよ。だから毎日遊びに来てもいいからね。さっきと変わらん。さっきと文言が変わらん。年を取るとどうも肩が凝っていかんな。渚に言ってるよこれ。あ、じゃあ肩叩きしてあげ、暇だしね。ねえおじいちゃん、肩叩きしてあげようか。うん、ほう、タンタン、それはいいの。タンタン、ひなまにた。じゃあお願いするとしよう。え、右と左の方向キーをリズミカルに、タン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 、ひなまにた、タン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 、ひな、同リズミカル、タン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 。トントン、その調子じゃ。トン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 、ひなのにトン、はい、トン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 、僕の夏休み。ちょっと痛いかも。強弱なんて私つけてない。風の中のスバル、どう？どうもありがとう。楽になったわい。そう？よかったよかった。はい、これはお駄賃じゃ。やったー、お金もらったー。わー、10円だ。10円か。ありがとうおじいちゃん。10円か。もうちょっと肩揉んでほしくない？いやはや、肩を叩いてもらったおかげで快適快適。もうちょっと肩、いやはや、大丈夫？肩を叩いてもらったおかげで、くしゃみが、快適快適。失礼しました。ねえ、なぎさ、最近綺麗になったって？ここの診療所はいつも暇なのよ。だから毎日遊びに来てもいいからね。ダメか。なぎさがもう同じことしか言わなくなっちゃった。うわ、ちょっとなんかいる。ちょっと待って。違う。よし、捕まえた。カワトンボを飼います。昨日バーベキューしたんですけど、親戚一同で、めちゃめちゃ暑かったです。それはそれは。どこに行けばいいんだろうな。ていうかさ、あのうちの子たちはさ、みんなどこにいるんだろう。姫じゃの目、なんだこれ。姫じゃの目ね、いつもさ、ご飯一緒に食べてるあの子たちはどこに行ってるの？普通さ、誰か来たらさ、一緒に遊んでくれるよね。同じ年ぐらいの子がいたら。あ、猫はいない。あ、いる。餌じゃなくて。まだ成分問題残ってっからね。残ってるね。あ、ロケット見に行ってるのか。どこなんだろうな。ちょっといいとこ聞き逃しちゃって。なんかいる。
しめあかたては。うお、なんか羽ばたき方が。20年前のゲームなのにさ、このリアルさすごくないですか。スムーズな動き、すごい。こっちも行ける？あ、あ、一緒だ。女子のとこばっか行ってるからなって。そうなんですよ、私女子のとこばっかり行ってるんです。ここはなんだ、ここ私に、アカネハウスか。こっちは、わあ、おじさんがいる。ほら、ボクちゃん、そこの釣り竿貸してやっから持ってきな。え、これ使っていいの？当たり前よ。釣り竿ゲッツ。ありがとう、おじちゃん。釣りもできるじゃん。こっちかな。え、カニいるんですけど。カニは捕まえらんない？カニ、モンキーチョウ、カニはダメか。赤星ゴマダラ、ポケットに入れました。帰る数が決まってるのかな。あ、なんか、なんかいる。ニューは欲しいよ。帰る数が決まってるのか。これは魚、虫かご。帰る数決まってるよ。49ミリ、ビッグって書いて、あ、大きいな、ビッグって書いてるんだ。モンキチョウビッグだって。あ、ポケットの中は1匹しか入れられない。なんとモンシロチョウの48ミリがとりあえずね、このキング王冠マーク2匹いるので、虫触る、わお、逃がせられないの？逃がせられない。あ、出すとかできる。虫を逃がす、はい。おお、なるほど。で、48ミリ、でも1匹になったね、モンシロチョウ。いや、モンシロチョウ3。で、モンシロチョウ3だけだ。なんだこれ。よくわかりません。この船は乗れるだけ？え、どこであれできるんだろう。あ、捕まえちゃった。うわ、はじめニューだし、ビッグ。どうやったらさ、釣り竿使えるんだろう。釣り竿をもらったんですけど、今どうやったら釣りできるだろうか。ここは投げ釣りしかできません。う
海釣りの設定を変えたい。変えていいんかな。はい、よいしょ。釣れる？どうやって釣れたかわかるの？くい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 、釣れてるかどうか全くわからないんですけど。どうしたらいいんだろう、これ。釣りってどうやってやるんだろう。クイ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 、クイクイしちゃいけないのかな、もしかして。目に見えて釣れる？なんか釣れてる？何も釣れてない？はい、昔のゲームだから説明書見ない。なるほど、説明書見ないといけなかったんだ。あー、でさっきのとこだ、これ。あ、誰かいるぞ。誰だ？お客さん、今年は帰省されるんですか？船の人、はい、あ、違う、渚。実家はどちらの方ですか？渚、盛岡です。そうですか、それは涼しくていいな。渚ね、お兄ちゃん、お兄ちゃんこのお姉さんが好きなの？え？え？おい、お前ちょっと待って、渚は僕のことが。ほら、船長さんを困らせちゃダメでしょ。渚は僕のことが。お姉さん、男の人に騙されちゃダメだよ。ダメだよ、本当に。おいおい、いい加減にしてくれよ。メモリーカード、ね、スロット2だと認識にしないらしいです。なるほど、1じゃないとダメなんだ。お姉さん、男の人に騙されちゃダメだよ。おいおい、いい加減にしてくれよ。ありがとうございます。面白い子ね。ことは、決定。これで次どうだろう。男の人には話しかけずに。あれ、渚が邪魔でいけない。お姉さん、男の人に騙されちゃダメだよ。いやでも、おいおい、いい加減にしてくれよ。はい、ごめんなさい。面白い人ね。しつこいですよね、いい加減。ここで釣りできるんじゃないか。めっちゃ魚がいる。どう？くい。くい。待って、見よう、説明書。ん？釣りの方法。釣りの方法。丸ボタンで、キャスティングってなんだ？タイミングを見計らって、×ボタンで上げましょう。すでに魚が針にかかっていたら、丸ボタンでも上げることができます。サビキの仕掛けは
丸ボタンで竿を上下に揺らして魚を誘惑できます。あ、丸ボタンで釣れてる。初めてなんだ、白ギス。平均206ミリ、最大206ミリ。206ミリだよ。あ、今釣った中でってことか。どうよ。あ、丸を投げることをキャスティングというの。なるほど、丸じゃない、竿か竿を投げることをキャスティングっていうらしい。魚釣ろうよ。二人の恋路の邪魔をして魚を目の前で釣る。このさ、ちょ、なんだ、カサゴ、ミノカサゴ、イエーイ。はい、そろそろ帰りますかなね、早くどっか行かないかなって思って。飯だぜ。あ、飯だ。なぎさが帰っちゃった。おい、ボクちゃん、もう釣りした？もう釣りしたよ。はい。ねえねえ、大きいの釣ってきたらみんなで食べましょうね。そうだね。目標50センチね。50センチ。ところでそのサイズ釣った石鯛かマゴガレイだな。奥沢口だとイワナもそれくらい行くかもよ。川釣りもできる。想像しただけでなんだかすごいね。ああ、じゃあいただきます。この男の子2人はいつもどこにいるんですか？ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。2階行ってみよう。いけない？いける。え、つながってる。つながってるよ。コボくんち？あ、お家帰ってきちゃった。よし、晩飯しか食わせてくれないって。そんな、おお、ここに出てくるのか。夜釣りもいいねもう釣りと昆虫採集でめちゃくちゃ楽しい。それだけでいい。ね、なぎさのんちはどこにあるんだろう。なぎさんち、夜に来いって言ってたな。夜に来てほしそうだった、僕に。この女は。あ、こんばんは、僕くん。春子。春子が夜に来てって言ってた。ねえ、お姉ちゃん、この曲って何？え？今かかってるやつのこと？お姉ちゃんが流してたのか。これはね、うちのお父さんが音楽好きで、いろんなレコードを集めてたんだけど、中でもこれは私のお気に入りってやつかな。へえ、そうなんだ。でもこんな大音量で、ね、お父さんって何をやってる人なの？絵描きだったの。やす子。ほら、やす子だった。そこに飾ってある大きな絵もうちのお父さんが描いたんだよ。芸術家なんだお父さん。レコードがたくさん。ヤスコのベッドはどこなんだ、ヤスコ。まさかソファーで寝ているのかい。ヤスコ。なんでこれ。地球儀。ヤスコ。お父さんって結構趣味が良かったから。うん。私、お父さんが残してくれたものって大体好きなんだよね。残してくれたものということは、お父さんって結構趣味が良かったから。お父さんはもう、私、
お父さんが残してくれたものって大体好きなんだよね。なるほど。じゃあお父さんに挨拶に行かなくて済むということか。こっちは？外国の本も。さて、こっちからトントンして。そこの鍵ないと不便なんだ。匂わせよ。じいちゃんに匂わせよ。安子にもしかして男がいるんじゃないかって。農園は農園。農園はどこだろう。農園ってどうやって行くんだろう。さっき。なるほどなるほど。え、すごい嵐の人来た。あ、違う。虫取り。ポケット虫。これをさ、どうやって、虫かごに一匹逃がしたんだけどな。入れるんだろうか。ねえ。よいしょ。ほい。どこ行こうか。安子が、安子じゃないや、渚がどっか行っちゃったからな。あの占いの子もう寝てるのかな。よいしょ。あ、起きてる。起きてるよ。なおなおさん、スーパーチャットありがとうございます。こんばんは、お久しぶりです。すーきーってありがとうございます。よいしょ。ねえ、明日はどこへ行けば面白いか。そっか、夜も占ってくれるで、うん、占ってください。じゃあ今日は4ね。1、2、3、4。そうだよね、いとこの子たち、はい、じゃあこの中から好きな数字を選んで。どこにいるんだろう、いつもいないよね。4で。じゃあ秘密基地。秘密っていうくらいだから場所は自分で探してね。知ってるよ、秘密基地っぽいとこ一番最初行ったよ。だけど、誰もいなかったよ。秘密基地。秘密基地どうやって行ったんだっけ。最初。今のヒントきちんと聞きました。聞きました。秘密基地でしょ。絵日記書いて、おやすみなさいしましょう。はい。おばちゃん、あ、でも明日秘密基地に行きますか。めっちゃ怒られて、どこの近くって言ってたの。ちゃんと聞いてたの、さっきの。めっちゃ怒られて、お墓の近くの秘密基地って言ってました。ごめんなさい、ちゃんと聞いてます、ごめんなさい。さあ、セーブできますでしょうか。やっと到着、おじさんの家から。次かな。安子姉ちゃんと安子姉ちゃんの家に行った。丸いお屋根の不思議な家で、庭にお花が咲いていた。なるほど。急に綺麗。ジャンヌ・ダルクさん、こんばんは。あ、ある。よし、あり
がとうございます。セーブできました、よかった。セーブできました、最高。いただきます、いただきます。ごちそうさまでした、ごちそうさまでした。よし、こっからなんだこの虫、見たことない虫がいるぞ。つまべにちょう、これさ、ポケットの虫はどうやってあれなんだろうね、どうやって虫かごに入れるんだろう。あ、ここ開いてる、夜開いてなかった。お墓だ、青いのがいるぞ。小紫初めて、適当にやる、適当にやっていこう。小紫入れ替わり立ち替わりポケットに入れていく。小紫、62mm、65mm、 こっちの方が大きい。お墓の近くの秘密基地、占い通り秘密基地に来たけど、あっ来た、ずっといなかった子供2人。こらー、うちの秘密基地に勝手に入んなよ。怒られた、ごめんじゃん。それにしても光彦、よくここが分かったな。えドナン君、外から丸見えだよ。そうかな、上の階があるんだね。でも登っちゃダメだよ。なんで？上は秘密の秘密展望台なんだ。全然秘密になってない。ねえ、いつもここで何をしてるの？虫相撲だよ。クワガタやカブトを取ってきてここで戦わせてるんだ。コナン君、僕くんも虫を探してきて相撲をやらせてごらんよ。面白いよ。三つ彦、そうだ、虫相撲のことで聞きたいことがあったらここで俺やしずるに話しかけてごらん。まあ何でもってわけにはいかないけど教えてやるぜ。あと僕たちが秘密基地にいないときはそこに置いてある風緑を蹴っ飛ばしてみな。なかなか不思議な音がするんだけど、それがここへ集合の合図なんだ。話してみようか。まず虫相撲に出せるのはカブトやクワガタみたいな甲虫だけなんだ。まあ例外はあるかもしれないけどね。なんだこれ、砂糖水？甲虫の取り方。甲虫は甲虫がいる木を蹴って虫を落としたり、三角ボタンで砂糖水を塗って集めるんだ。砂糖水は塗った翌日の午前中に効果が出るんだぜ。取れる虫の種類は場所や時期、それに時間でも変化するよ。すごいね、なんか昔のゲームなのに。虫は成長するだと？虫は戦うたびに少しずつ強くなる。え？そして勝った時の方が大きく成長するんだ。だからまず虫ランクの弱いで鍛えて、その後強いの試合で実戦を学ばせるのが一般的かな。すっごいシステム的なこと話すじゃん。虫を叩く、虐待じゃん。試合の前に虫の背中を押してみな。スタミナは減るけど怒って技を出しやすくなるんだ。背中を押した回数によって怒り方や怒っている時間の長さが変わるんだ。いろいろと実験してみるといいよ。砂糖水はどうやって？砂糖水が欲しかったら夜中に台所へ行ってみな。夜中に台所。負けた虫は？相撲で負けた虫は今日一日だけ使うの禁止なんだ。でも別にいなくなるわけじゃないってことか。みんなすぐ虫交換に出しちゃうんだけどね。
だから欲しい虫が出てきたらとにかく飼って虫交換に出させることだね。虫交換ノート。俺たちが虫交換ノートに書いた虫はボクちゃんが持っているものと交換できるんだ。どこにあるんですかそのノート。あのノートのところに自分が成長させた虫を持って行ってどのくらい価値が上がったか調べることもできるんだよ。そのノートはどこにあるんですか。虫交換のコツ。虫交換で価値の高い虫を手に入れたいときは野山で珍しい価値の高い蝶を捕まえてくるのもいいかもね。例えば裏山のてっぺんあたりにそれっぽいのがいるんだけど。裏山のてっぺん。ノコギリクワガタってすっごく普通なんだ。すっごく普通ってなんだ。弱点が少ないってことでもあるんだぜ。そうかな。コクワガタは？コクワはなかなか育たないけど最後にはすっごく強くなるんだ。へえ。なんつったってやつの自分ボンバーは強力だよ。何自分ボンバーって。へえ。その交換ノートはどこですか。あった。ブーン、ブーン。使えないじゃん。ビッグ49ミリのモンキーチョウ。どう。ダメか。ダメか。私チョウチョしか持ってないんですけど戦わせられないですよねさすがに。ポケットの中どうなってんのって。ポケットの中もカオス。じゃあ俺たちも元のところへ帰るぜ。いや元のところはどこにいるの。またね。ね、蝶々嫌いには辛い虫かごの中。こっちの方から来てましたよね二人とも。あ、いた。いつもここにいるの。もしかするとカブトムシやクワガタの木かな。おう、ありがとう。虫を集めるにはどうしたらいいんだっけ。砂糖水塗るんだよ。でも蹴ってって言ってたよ。はあ、やった。ポケット入れますノコギリ。んでどうしたらいいんだっけ。どうしたら虫かごに入れられるんだ。手が急にリアルで怖い。とりあえずさ、そのモンシロチョウとかもういらんか。出す。で、あれポケットの虫がいない。勝手に入った。これでクワガタがいれば。いる。戦おうぜ戦おうぜノコギリクワガタ。なんか裏山のてっぺんに珍しい蝶々がいるって書いてたけど、書いてたじゃない、言ってたけど。集合。ポーズ一番ね。今日も沈もうでバリバリに揉んでやっか。はい、戦おうぜ。これで虫触る。どうするんだ。どうやって戦うの。え、どうやって戦うの。
ねえねえ、どうやって戦うの？虫相撲のルールやコツのこと、うん、何が聞きたい？知りたい。虫相撲をどうやってするの？とにかく俺たちをここへ集めたいときは、説明書、説明書、思いっきり蹴ってみな。え、標本なんて作れるの？標本作れるんだって。あー、虫相撲を始めると虫かごと虫交換ノートが表示されますってことは、始めてはいたのか。まずは虫かごから虫相撲に出したい虫を選んで、丸ボタンか×で出すを選びましょう。出す。逃がさない。交換もしない。まず俺が相手ね。対戦メモ、うん、虫の背中押す、虫を置く。あれ、ゴングを鳴らすと始め、あ、これだ。よし、行け。頑張れ。ちょっとちっちゃいかな。コナン君より。頑張れ。頑張れ。頑張れ、頑張れ。もうちょっと。よし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 。よし、勝った。次。やったね。僕の番か。お。頑張れ、頑張れ。背中触ってる。頑張れ。頑張れ。ちょっとスタミナ減ってんじゃないか、私。いけるかも。いけない、いけない。やだ、負けちゃうよ。ね、負けちゃう。やだ。私の、ああ、やった、ギリギリ。強くなりたいよ。やった。じゃ、次は俺の番ね。どんだけやんの？さあ、とか。いけ！よし、いけ！どんだけそんな連戦しちゃダメだよ。休ませないと。この時間は一瞬止まる時間ありますね。頑張れ、待てしな。ああ、負ける。勝ちね。負けた。これ永遠にしないといけない？あ、そういうわけじゃない。あ、そういうわけじゃない。対戦メモ。そんな、なんか、虫交換ノート、ノコギリグワクワガタ、4、何センチとか書いてないのかな。7敗、4敗。めっちゃ負けてるやつ出してんじゃん。めっちゃ負け、書いてる？何センチとか。この王冠マークなんだろうね。これ標本作ろうか、じゃあ、とりあえず。と、王冠マークのやつ。ちょっとレアなのかな、もしかして。この 43mm とか書いてる横にビッグ、大きいやつはビッグ、ビッグ、ビッグ、多分撮った中で一番、でもこれはビッグって書いてないな。一匹しか持ってないけど、このスモモシジミがなんか王冠マークついてるんですよね。出して
これ標本どうやってやるんだろう。その名の通りにスモモが大好きなんだって。夕方になると木の上の高いところをとよく飛んでるよ。それでどうやって標本にするんだろう。標本になってないね。虫かごにいる。え、注射器、薬、なんだこれ。薬注射器、え、危ない危ない。この子薬と注射器持ってます。薬と注射器持ってます。この子僕ちゃん危ないよ。ちょっと待って、絶対みんな内緒だよ。あの僕ちゃん薬と注射器持ってます。これなんだ。ここに置く注射器を、虫は標本にせず生きたままでも展示台に収納することができます。注射器に薬入れて、あ、これで標本ができた。もしかして作成した標本を後で忘れずに展示台に収納しましょう。展示台は右隣の画面です。はい、あ、これ標本にする意味ある。1キリ多めです。ありがとうございます。じゃあビッグを標本にしていきますか。ビッグを出して置きます。明るい木が大好きで毎年どこでも見かけるね。水たまりに産卵しているの見たことない。私このトンボ自体見たことないや。よし、ビッグ、ビッグ、こう、王冠、あれ、よし、そして、ビッグビッグ、姫赤た縦葉のビッグ。オスもいるのに姫という。秋になるとみんなで南へ旅するのは寒いところが苦手なのかなって。渡り鳥的な習性があるんだこの蝶々は。これビッグ、ビッグだね。はみ出してる。そしてビッグはお、モンキチョウもビッグ。違う。モンキチョウ、北から南のどこにでもいるよ。生きていく力が強いやつ。タンポポやアザミの花の蜜が大好物なんだって。これもはみ出しとりますわ。よし、もうビッグいなかったかな。うん、もういなさそうだ。オッケー。なんとなく虫の処理の仕方が分かってきたような気がします。じゃあ俺たちも元のところへ帰るぜ。僕くん、またね。またね。誰が閉じてんだろうね。夜じゃない、昼になったら。でもさ、さっきのところ、でも夜中に台所に行って砂糖水を塗って、今この注意書き。海は漁業者の畑です。緑に飼える野生産動物を取るとダメですってことか。
よく読めるね、僕くんは。あ、なんかすごい、すごい蝶々が見える。どうやって行くんだ、そっち側に。ね、そっち側にすっごいなんか、すっごい蝶々が見える。あれ絶対レアだよ。違う？いや、こっち側にもいるな。同じっぽい。さあ、ビッグ118ミリ買います。で、違う、標本にします。ビッグ、ビッグすぎない？え、大紫、ついに登場、日本代表、国鳥だ。国鳥なんだ。クヌギやミズナラの樹液が好きで、大勢で群れることもあるよ。プチ、息が絶えたな。でっかい、一番でっかい。でもあっち側には行けないな。さっき海にも潜ったんですけど、薄バシロチョウビッグ68ミリ買います。いっぱいいっぱいだ、ビッグ。でも全部は覚えられないよ。透き通る白くて綺麗な羽を持つ、なんだかお姉さんの結婚式の服みたい。ピチ、お姉さんはまだ結婚してないよね。これボロボロの家かな、じゃなくて、違う、ここはなんだ。え、ここ初めてで来る。なんだろう、上がれない。ここは誰ん家だ、もしかして渚？いけない、夜来たところ、夜来ました。ここは誰ん家だろう。え、そうじゃなくって、そうじゃなくって、ここなんだろう。わけのわからない装置や不思議な図形が描かれた設計図がある。こっちは？よいしょ。海か。はあ、釣りができるぞー。よいしょ、くい。あ、でっかい魚どっか行っちゃった。さて、ボラ、くい、くい。はあ、逃げちゃった。クイクイしちゃいけないんだ、でっかいやつ。違うかな。逃げちゃうな。ケイサキさん、こんばんは。釣りのコツがし、あ、かかってる。浮きがぷくぷくしてた。北枕、あんま良くなさそうな名前。なんかこう思うと、私魚の名前全然知らないですね、さっきから。
あつ森で得た知識しかないんですけど。昨日私も帰省していて、久しぶりに親戚の人たちと会ったんですけど、めちゃくちゃ楽しかったです。みんななんか相変わらずなところもあるし、とてもなんて言うんだろう、進む時が流れてるなちゃんとって思うこともありました。釣れてんのかな、これ。釣れてないな。ちなみに私のね、いとこたちどんどん結婚していってるんですけど、40になっても独り身だったら和歌山県に来いって言われました。おっと、釣れた。ボラ125ミリ、大きい。なんか大きいの釣れないのかな。お、またなんか釣れた。早い。80ミリ、北枕で、名前書いたら誰でも行けるような看護学校あるから、そこに入って看護師として余生を過ごせって言われました。このうち住んでいいから。お、ここに来た瞬間に、なんかめっちゃ言われましたね。なんかマッチングアプリしなさいって出会いがない、出会いはないのって言われて、ないねって言ったら、マッチングアプリしなさい、ここめっちゃ釣れるやん、めっちゃ釣れます。都会の看護学校は競争率が激しいから、この辺の看護学校は これ針に近づいた瞬間に丸を押すんだ。あとでっかいやつ釣りたいな、あのでっかいやつ。そんなにマッチングアプリって流行ってるの？なんかその田舎のね、その親戚の知り合いがマッチングアプリで出会って、いくつだったかな、50何歳とかで出会って結婚したらしいんだよね。それを聞いたらしくて、おんぶちゃんもマッチングアプリしなさい言われました。めっちゃ心配される年になったんだなーって思いました。丸。50超えてマッチングアプリやるんだってね。なんかこんな田舎でも出会えるんだから、都会なんてなおさら人がいっぱいいるんだからって言って、マッチングアプリやんなさい。ボラ。親戚からもおんぷちゃんって言われるの。今ね、おんぷちゃんにしただけで本名を言うわけにいかないので、あ、ごめんなさい。おんぷちゃんって言っただけで、親戚からはおんぷちゃんとは呼ばれてないです。ちなみにね。なんか将来の老後のことをめっちゃ心配されてる。独り身だったらって。あのでっかいの釣りたい、そこにいる。そう、それそれ。あの子釣りたい。こっち来てくれないのかな？さっき来てくれたんだけどな。なんか動いた。心配してくれるのはありがたいけど、結婚だけしてもね。いやでもね、なんか、いとこの子供？1歳6ヶ月ぐらいの子がいたんですけど、で、
翔ちゃんって言うんですけど、翔ちゃんとは結構遊んでたんですよ。そしたら、おんぷちゃんも子供欲しくないのって言われて、いやもう子供はね、可愛いと思うし、欲しいなって思うけど、相手がいないからねっていう話をしてたら、大丈夫、一回や二回失敗しても大丈夫って言われた。しちゃえって。誰でもいいとは言わないけど、一回や二回の失敗は大丈夫よって。もっと近づいてくれんかな、この魚。もうちょっと近づいてほしいな。親戚あるあるの話じゃなくて、あるあるなのかな。ちょっと待って、全然いなくなっちゃった。あ、いる。ちょっと下に見切れてるけど、いた、今。いるいるいる。もうちょい近づいてくれんのかな、この子は。この子はちょっと近づいてくれん。場所が悪いかな。ちょっと一回引いて。ちょっとポジションチェンジして、この辺から、よいしょ。これでどう？近づかんか。ダメかな、この魚。釣れないのかな。クイってするとね、ビーって逃げちゃうんだよね、この魚。いや、場所で決まると言います。本当ですか。失敗して慰謝料取って次の人と幸せになろうぜ。人の結婚を何だと思っているんだ。いや、近づいてきてくれないね。下にちょっと見切れてるんだけど、いるのはいるけど近づいてくれないや。かな。もうちょっと遠くへ飛ばすとかできないんかな。でも、まるでキャスティングし罰であげますしか書いてないな。え、今近かったんじゃない。ちょっと説明書見てたけど今。え、右側行っちゃった。はい、帰ってきた。くい。くい。くい。ここに、美味しそうなのが、いますよ。ここに美味しそうなのが、近かったよね。くい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 。あ、ダメなの？ねえ、ダメ？この子が、あ、帰ってきた帰ってきた。くいくいくい。ダメ？かい？クイクイして、クイ近づいてもくれなくなっちゃった。ヤッホーさんこんばんは。懐かしいですか？魚釣りに今苦戦してます、めちゃくちゃ。ふい。美味しい餌が、美味しい、美味しい、美味しい餌はいかがですか？美味しいですよ。
美味しい餌はいかがでしょうか。クークは有効です。有効でしょうか。はい、クイ、美味しい餌がここにあります。美味しい餌はいかがでしょうか。ダメか。難しい。かれこれ10分ぐらいこうしてダメか。ほい。どうやったら釣れるんだこの魚。なんか逃げた今。くい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 。おいしい餌があるよ。釣れたら教えてて。めちゃめちゃなんか作業しだしてますよ。友達ん家いるときに漫画隣で漫画読み始めるやつですよ。一緒にゲーム見てたのに。これいつ釣れるんだろう。これ近づいてください。もっとクイクイ。ここに生きのいい餌が。諦めるか。諦めよう。こんなの釣れるわけがない。んよいしょ。ちょっと操作もだいぶ慣れてきましたね。ここは、ん？ちょっと待ってよ。こっちって行きました？あ、いたいたいた。こっちが秘密基地の方ですね。泳がないの？泳ぎたい。泳ぎますか？さっき泳いだんですけど。ん？なんか見たことないやつがいるぞ。赤と黒の。これは松紅鳥。買っとくか。ビッグとは書いてないものの標本を作っていない気がします。珍しい虫はいませんか。ちょっと泳ぎますか。あ、また魚が。下にどうやって潜るんだっけ。なんかさ、取れないんかな。あ、すごい深いところがある。でもなんもない。なんもないよ。なんかあるのかな。さっきからなんか今シューンって横切った。あ、魚はいる。魚はいるけれど貝とかはいるように思えないな。アングルは変えられないんか。
あそこ、ここめっちゃ魚いるよ。この辺めっちゃ逃げ惑ってるけど、私さ今日、すっごいでかいのがある。汗まみれで帰ってきたんですけど、暑いじゃないですか。汗まみれで大きい荷物、大きくはないんですけど、まあ、リュック背負って秋葉原に行ったんですけど、隣のお客さんはポイントカードお持ちですかとかって聞かれてたんですけど、多分どっかから来た子だと思われたんかな。リュック背負ってたから何にも聞かれなかった。ポイントカード持ってますかとか何にも聞かれなかったな。そういえば、悲しい、なんか悲しいよね。田舎も、なんか海の中って何もできないのかな、もしかしたら。美人で緊張しちゃった。緊張してたんかな、やっぱ。ここで釣りしようか。はい、クイッ。なんか結構遠くに行っちゃったな、魚が。ポイントカード持ってたのって、持ってないよ持ってないけどさ、聞かれないのなんか悲しくないですか。もう持ってない確定されてるじゃん。こんな美人、うちオラの店には来たことねーって思われたんかな。来たことあったらオラが覚えてる。ってことはポイントカード持ってねえな。持ってないならいいじゃん、そういう問題じゃないんだよ。なんか聞いてほしいじゃん。わかります？わかんないよね、私の気持ち。全然魚来なくなっちゃった全然来なくなっちゃった。この辺めっちゃ痛いポイントに投げたのに。作りますかとも聞かれない。オブ、そう、作りますかとかも聞かれなかった。閉店時間近かったからかな。ポイントカード作りますか、作るなら名前と住所書いてくださいって言って、ナンパと間違えられるって緊張したんだよ。そんなわけあるかい。全然釣れない、ここ難しい。あ、なにこれ、仕掛け。巻き餌があると漁。巻き餌って何、巻き餌。巻き餌だと。カメラ操作。お、ちっちゃくなる。大きくなる。四角だと止まるんだ。なるほど。こっちは？なんかあんまり、あんまりだな。全然釣れないよ。ここ釣れそうと思ったのに。このタイヤとタイヤの間ぐらいとかどうかな。
よし。ズンズンズン。安い餌で大物釣れると思うなよって。でもさ、巻き餌わからんです。私まだ3日目でして、それに関してはまだ2日目でして、夏っていいよね。もう釣れない。巻き餌が分かったらまた来ます。よし。あ、公園のところなのか、ここは。あんまりまだね、道を把握してない。あ、猫ちゃんがいる。ちょっと待って。トンボみたいのいない？網。猫捕まるか。違った。気持ちよさそうに寝ている。猫捕まえられない？さて、殿様バッタ、新しいですね。殿様バッタ、35mm、2匹目。もうこの子をスルーするようになってしまってる。美咲はもういないのかな。診療所行こうか。あ、美咲、あ、美咲じゃない、渚だ。渚は本当にもういないの。あ、蛍がいる。ちょっと待って、蛍は、お、なんか捕まえた。カートンボ、ホタルがいるんです。キートトンボ。あれ、ホタルいなくなっちゃったんじゃない。ホタルいたのに今、はあ、やっちまった。なぎさ、僕のなぎさ、そんなことありますか。じいちゃんは、じいちゃん、いる。よし、ホタル、平家ボタル。え、こっちじゃない、こっちかい。ね、じいちゃんがいる？違うよ。あれ、いけない。あ、じいちゃんがここにいる。ねえ、おじいちゃん。なんじゃ、君か。あ、山本さん、こんばんは。もう診療所にはいないの？いないの？うん、診療所は朝8時から夕方4時までやっとるんじゃ。でも誰かが桜川から戻ってくるときに、診療所の中を通ると便利なので、うん、扉は夕方の6時まで開けてあるんだよ。無防備だね。そうなんだ。そんな薬の管理とか大丈夫ですか。なぎさに会えなかった今日。やっちまった。今度から朝一で行こう。こんにちは。あ、こんにちは。あれ、やすこ、こんなところで何をしているの。ね、可能な限り猫の視点の高さに近づいて本を読んでたんだ。変な人だ。猫の本なの。うん、やすこ、変な人だ。さてと、そろそろネズミの本を読みながら猫の視点に入ろうかな。で、僕
くんも一緒においでよ。読むっていう変な人です。安子はどうしよう、絶対変だよ。安子、まだネズミの本読んでんの？ここってなかなか素敵な場所だね。うん、天井高いし結構いい線いってると思うんだ。この建物の自慢結構しますね。でも大掃除の時ガラスを拭くのが大変なんだけどね。大変そう、内からと外からと。ノーコメント。僕くんも。でも大掃除の時ガラスを拭くのが大変なんだけどね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 。よし、そろそろいいだろう。そろそろいいでしょう。じゃあちょっと占いしてもらおうかな。ねえ、今日はどこへ行けば面白いか占ってあげようか。うん、お願いします。じゃあ今日は5ね。1,2,3,4,5 5です。はい、じゃあこの中から好きな数字を選んで。じゃあこれ、夜たけしとしげるの部屋。どう、参考になったかな？オッケー。さてと、光のおすすめもう一回聞く。でも部屋わかんない。じゃあ家の中を探そうってことかな。声をかけてね。しんさんこんばんは。とりあえず高評価をしました、ありがとうございます。よいしょ、次行ってみよう。へへ、こんなとこにいたのかい。もう飯の時間だ、帰るぜ。よし、夜にたけしとしげるの部屋に行こう。あ、定期船が出るんだ毎日この時間に。昨日山に落ちたヨニちゃんのロケット、なんだか見つからないみたいだね。あら、かわいそう。部品を再利用するって言ってたのにね。先月海に落ちた時もみんなで探したんだけどさ、あっちは深いところに流されちゃったみたい。そうなんだ。じゃあ、いただきます。いただきます。そ、食べ方偉いけど、食べてるわけじゃない。あ、違った。すごい、ごちそうさまでした。何が起こってた今。ごちそうさまでした。ねえ、ここの海ってあんまりクラゲがいないね。うん、ここは潮の関係であまり出ないんだ。僕、触るのは怖いからできないけど、クラゲ見るのは好きなんだ。え、なんで？水の中に深く浮いて気持ちよさそうだし。うん、でもわかる。見た目も可愛いじゃない。食べるのが好きっていうのはわかるけど。クラゲって食べるの？食べれるの？よし、夜にたけしのとしげるの部屋がどこにあるのかわかんないけど、ちょっと探索して探してみましょう。とりあえずここは自分の部屋だった。ここが？あ、水のせせらぎ、水のせせらぎ水のせせらぎの場所だったです。こ
置は置くかな。ここは？ここっぽくない？あれ？いない。大宇宙、大宇宙展、俺様の夏休み計画表、どうやら未完成のようだ。ほう、野球の道具と赤いロボット、ここっぽいですよね。部屋、土星の形をしたわら、麦わらに、あ、ちょっと入ってきてよかったのかな。誰か寝てる？なんか動いてますよね、布団。あれ？こんにちは。今日の晩ご飯は、うん、脂が乗った金目鯛の煮付けとイカシューマイ、それに青菜炒めを添えてみました。なお、晩ご飯クイズに参加したいときは夕方、台所にいるおばちゃんに話しかけてね。何それ、なお。あー、ちょ、2階に行ってみようか。急にびっくりしちゃった。なお、3番、ここは3号室。え、怖い。この民宿結構怖い。私こういうとこ泊まれないかもしれない。ビジネスホテルの方が。なんもない。誰もとも、ちゃんと生活できるのかな、こう民宿やってて。3、2、1。え、誰か泊まってる。え、なにここ、ビールの空き缶。お風呂の道具が置いてある。石鹸の匂いがする。タバコの匂いがするカバン。誰か泊まって、最初に写真撮ってくる、この人か。この人と話すと初めてだ。こんばんは。こんばんは。ここいい風が入ってくるでしょう。特等席だよ。外国人だった。うん、そうだね。サイモンは夜静かにしているのが一番好き。二番目は？なんだろう。好きな人と話してる時かな。好きな人と話してる時かな。あ、そういえば写真ができてるよ。見たい見たい。はい。新しい写真をもらった。わ、ありがとうサイモン。ありがとう。好きな人、好きな人いるの？もちろん。どんな人？夜一緒に静かにしててくれそうな人。あんまりあのよく喋る人はあんま好きじゃないんだ。好きな人いるの？もちろん。もちろん。どんな人？夜一緒に静かにしててくれそうな人。しててくれそうな人。サイモンはよくビール飲むんだね。あ、夜中に台所行って砂糖水？砂糖水？ビールの空き缶。あれ違うな。砂糖水どこだ？ビール、ビールしかない。ここビールしかない。え？水は流せるけど。物干し？お、すごいベランダだ。眺めとか見れないのかな。見られないな。
ゃね。ここの部屋は奥。あ、水のせせらぎだ。水のせせらぎでした。たけしとシンジがいなかったけど、部屋に。夜何してるんだろう。あ、お風呂にいるとか。ん、女湯、女湯。さっき男湯でしたよね。は、女湯、見せられないかもしれない、もしかしたら。あ、ダメだって。今や女湯の時間です。ダメって言われました。時間でね、変わるんだね、きっと。おい、さあ、僕くん、はい、寝ましょう。セブン黒助さん、こんばんは。おやすみ。初めて経験。虫ズム。押せ、引け、頑張れ僕の虫。負けるな、踏ん張れ僕の虫。いいですね。いや、もう気づいたら1時間半しちゃって。でも最初の方ちょっとドタバタしてたから、あれかな。ん？クラゲ？クラゲだ。この辺には来ないって言ってなかったでしたっけ？潮の関係で。カサゴだ。ミノカサゴ。え、クラゲがいる。これ刺されないのかな、海入った時。水クラゲ。ねえ、20年前でこの映像すごい。はい、うん、大丈夫です。え、どうしよう。あと1日ぐらいやりますか、今日。これ31日分あるのかな。じゃ、いただきまーす。いただきまーす。ここのキッチンだったのかな、砂糖水。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。おばちゃん、アイス。おや、おはよう、ひかちゃん。みつちゃん、うちにもよ、男のガキばっかじゃなくて女の子がいたらいいと思わねえか。だってこいつ猫飼ってんだよ。夏休み分あるんだ、全部。それを言うなら猫をかぶるでしょ。あれ、おばちゃん、ひかりちゃんに失礼なこと言っちゃった。おはようございます。あれ、どうしたの。ちょっと気まずい雰囲気流れて。うちの妹ひかりって言うんだ。よろしくね。うん、知ってるよ。知ってるよ。もう何度かお話ししたもん。なんだ、そうなの。ここも魚釣れそう。私、男の子って大嫌いなんだ。え、なんで。なんで。だってここんちの男の子いっつも光に意地悪ばっかしてくんだよ。好きなんだよ。しげるくんなんか私のあばき託したりするんだもん。最低。そうなんだ。あれ、でもしげるくんはそんなにやんちゃ坊主じゃないと思うけど、なんで光にそんなことするんだろう。わかんないよ。とにかく光、もううちの方に帰るね。これは
ロマンスの予感。すぐにへそ曲げちゃうんだから。さてと、ねえ、またお姉ちゃんと踏み探検でもしようか。うん、行く行く。お、しようしよう。じゃあとりあえず、うん、こっちにまっすぐ行くと北門とお地蔵様があるから、その前で待ってるね。はい。そうそう、あんまり寄り道すると時間が足りなくなっちゃうからね。よいしょ。ここをこっちかな。こっちの方に行くと、あそこにいるね。お待たせ。来た来た。このお地蔵様、光はおみくじ地蔵って呼んでるんだ。おみくじ？おみくじ地蔵？なんでおみくじなのかな。さ、なぜでしょう。本人に聞いてみたらいいかもね。本人？あ、光に？はあ、やっぱり森の近くに来ると、うん、空気がしっとりしてて美味しいな。そうかな。カラッとしてる方が好きだな、私は。キノコみたいなカビ臭い匂いもするけど。お墓の3秒ルールって知ってる？え、どういうこと？この石段の上にお墓があるの、うんうんうん、だからこの広場は息を止めて3秒以内で駆け抜けなくちゃいけないんだ。へえ、そうなんだ。私さっきから、うん、じゃあ息を吸って。行くぞ。苦しい。お姉ちゃん、本気で走ったの久しぶりだったよ。全然行ってくれないからずっと息止めてました。今のは苦しかったんだ。じゃあ僕だって負けないよ。あ、これこれ、そっちはダメだって。なんで。ねえ、止まって止まって、そっちは嫌だってば。どうして、どうして嫌なの。誰もいないのかな。そう、ここんちさっきから誰もいないの。実はね、ここ私の幼馴染の家なの。うん、そうなんだ。今はもう全く付き合いがないんだけど、私が小学校に上がるまではほとんど毎日一緒に遊んでたんだ。へえ。ここのうちの子は一緒に小学校に上がらなかったの。うん、学年が一つ違ったの。そのことに入学直前まで誰も気がつかなかったから、分かった時はお互いびっくりしたんだよね。悲しいことに、こっちは一緒に小学校に上がるんだと思っててさ。あっちは二人とも次の年だと思ってたんだ。なるほど。ちびすけ、みけねこ、泣いた、笑った、ララララララ。歌詞が違う。私が知ってるのと歌詞が違う。いつも一人。え、いつも一人。ひだまり。いつも一人。みけ猫、友達できた。ララララララ。友達できた。ララララ。みけ猫の。楽しいな。じゃーん。運命のいたずらというか、うん、私たちが男の子と女の子だったからかもしれないけど、私の入学以来その子とは随分疎遠になっちゃったんだ。そうなんだ。悲しい。ねえ、今の歌何。え、これはね、私中学で演劇部だったの。今のは舞台用に私が作ったフランス民謡の替え歌なんだ。お姉ちゃんこう見えても一応部長さんだったんだから。へえ、すごいんだね、お姉ちゃん。ねえ、続きはあるの。今何部なんだろう。今の歌に、うん、あるようなないような。このあと夕方になってどんどん暗くなって、気がつくともう周りには誰もいなくてさ、うん、結局猫はまた一人ぼっちになっちゃった。悲しい。というところまで作って。作って
なんだかどーんと寂しすぎるから作るのやめちゃった。まあ言うなれば永遠のお蔵入りってわけ。そうなんだ。なんで歌ったのじゃ。ちょっと悲しい歌なんだね。うん。さてと、そろそろ戻らないとヨウくん帰ってきちゃうかも。ヨウくんって言うんだ、ここんちの子。ヨウくん？そう、ここの家の私と一つ違いの中学生の名前なの。それが幼馴染のヨウくんってわけ。うん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 、会ってみたい。それにしても、あの子の機械いじりもかなり本格的になってきたな。ヨウくんがやってんだね、このロケット。じゃあお姉ちゃんは話題の主が帰ってくる前にお地蔵様まで戻ってるからね。待ってたらヨウくん来るのかな。これこれ入れるようになったお家。入れないよな、ルンルンじゃなくて。乗れた。乗れた。なんだ、すごい運動神経いいじゃん。でもクラゲが出てたよね、さっき。でっかいのがいるぞ。でっかいのがいるぞ。あれは釣れなさそう。お、クラゲはクラゲ。クラゲ。すごい。これ捕まえられないのかな、これ手で。あ、なんかさ、瓶の蓋かけるゼロっていうのがあるんですけど、これなんだろう。瓶の蓋がある？海の中にもしかして。なんもない、なんもない。あー。お、危ない。瓶の蓋かけるゼロ。これは何を表しているんだ。でも何にもないの、海潜ってるけど、さっきから。かな。瓶の蓋的なものが。ないけどな。アングル変えたいな。なんかある？ないね。違うエリア？なんかめっちゃ深い。なんだここ。あーあ、あ、ダメだこりゃ。あ、ダメだこれ。あ、あ、これ、これは、これは。あ、ほら、あんまり大げねえのに無理すんな。すいませんでした。大丈夫？
おばちゃん心配しちゃったじゃない。ああ、ごめんなさい。ダメだこりゃ。あんまり玄関から出たことってなかったな。ダメだこりゃ。お姉さんいる？どっちだっけ？こっちだ。駆け抜けました。あれ、お姉さんいなくなっちゃった。待ってるからねって言ってたのに。ああ、でも夕方になったらここのヨウくん帰ってくるって言ってましたよね。ちょっと夕方まで海潜りたいんですけど。あんまり潜れないのに盛り上がって。すごい海藻。でもうちょっと沖に行ける。一旦浮上し、浅めのところを探検してみよう。タコがいる。タコ、タコだよ。取れないのかな、海の生き物。さっきはこんなとこ来られなかった。岩場ですね、完全に。あ、この船でもありましたね、さっきも。沈没船だとか言って。でも中には入れなかった。長くなるのかな、もしかして。ほら、結構あんまり大げでのに無理すんな。僕くん大丈夫？僕くん、おばちゃん心配しちゃったじゃない。ごめんなさい。息長くなったりするのかな。しないと結構厳しそう。タンスアサロヒトンチの化すると、トントン車クワガタの木かな。お、そうだよ。あれ、はあ、やったやった。ノコギリクワガタ236ミリ、とりあえずポケットに入れます。なんか虫かごがいっぱいらしい。ちょっと待ってね。違う。虫かごがいっぱいです。なんかすっごいな、なんだこれ。
ビッグでも何でもないから。これ出してあげよう。よし。ポケットからは出しました。ねえ、おじさん、どうやったら釣れるようになる？釣り。ロクちゃん、もう釣りやった？釣りやったよ。港の中でアジみたいにキラキラ光る魚を釣りてるときは、サビキ釣りの仕掛けだぜ。なんで？針に細工がしてあって、水の中でキラキラ光るんだ。へえ。それを上下に動かすと、魚が誘惑されて食いつくのさ。そんじゃキラキラちょうだい。アジだけじゃなくて、いろんな雑魚もかかるけどな。うん。な、それも楽しいってことよ。そのキラキラ光るやつちょうだい。はい。来た。北枕、また北枕だ。ちっちゃい。ちっちゃい北枕が。川との境目ぽいな。大きい。あ、北枕。お、浮き玉くら。誘惑して、誘惑して。ミジナ、初めてです。めっちゃ青い。なんか釣れるかな。めっちゃちっちゃいやつがいるんですよね。この子、このちっちゃいやつ釣りたいんですけど。釣れんな。配信で見えてないか見えてるかわからんぐらいの小さい魚がおるんですけどね。蚊みたいな。釣れんな。諦めも肝心。ガルちゃんとこ行ってみますか。うん、もりもりさんこんばんは。違う、そっちじゃない。ヒカルちゃん、あ、いた。どこへ行けば面白いか占ってあげようか。ね、なんでさ、おみくじ地蔵って言ってるの、あの地蔵のこと。じゃあ今日は読んで。1、2、3、4。はい、あるソック。じゃあその中から好きな数字を選んで。じゃあおすすめで行こう。夜、たけしとしげるの日行ったよ。どう、参考になったかな。さっきも同じだったよ。行った行った。あれ、夕方の公園。夜、安子姉ちゃんの部屋。おすすめは夜のお姉ちゃんの部屋。あんた妙なことしちゃダメだからね。全部聞けるんじゃん。
夜、診療所の前。もう大丈夫です。でも夜のあれが多いね。夜にもうちょっと行動せんとだ、せんとです。夜イベントを結構逃してるっぽい。さて、私の渚いるかな。私の渚。いない。もう夕方？4時過ぎてる。4時過ぎちゃった。あ、違う。夕方公園って言ってたよね。夜の夕方の公園もって、あ、そっちじゃない。夕方の公園。ねえ、今日はどこへ。もう大丈夫です、占い。夕方の公園来たけど、なんかある？写真撮ってる。サイモン。夕日を撮ってるの？そうだよ。これがサイモンの仕事。サイモンの仕事。夕日を撮ってるの？ハラスさん、こんばんは。それはね。うん？朝日を撮るには少しだけ早起きしなくちゃいけないだろ？うん。ん？朝日を撮るには少しだけ早くしなくちゃいけないだろ。終わり？夕方の公演イベント、これで終わり？終わりなのかい？でも私も早起きは苦手。とっても。あ、なんか二人いる。何してんだろう。こんにちは。あれ、お兄ちゃん、ボクくん来たよ。うん。よっ。何してるの？今日の獲物をチェックしてるのさ。獲物？獲物？コンクリの蓋を開けてザリガニを取るんだ。こうやるのさ。お、ち、今日は来てないみたいだな。なんだ。いつもここにザリガニがいるの？うん。こんなとこでも結構いるんだ。他の場所でもとにかく蓋をめくってみることだね。蓋めくれるんだ。ねえ、そこの家って。ねえ。ああ。廃墟？それは大人が廃屋って言ってるやつなんだ。終わり？そこの家、以前はおばあちゃんが住んでたんだけど、うん、いつの間にかいなくなっちゃったんだよ。誰も住んでないのに、いつの間にか毎日新しい猫の餌が置かれてるんだぜ。いや、誰かが置いてるよ、それは。ちょっと怖いよ。それは絶対誰か置いてるよ。そこの家、以前はおばあちゃんが…ちょっとどころじゃなく怖いよ。絶対誰かが置いてるよ。でも誰が？ザリガニいる？ん？どうやってめくって確認するんだろう。え？何もないよ。何もない。全部めくれる、もしかして。あ、違う。
何もない。何もない。やった！お、ザリガニ！中ぐらいのザリガニを見つけました。よくこんなんめくれるね。何もない。へへ、こんなとこにいたのかい。もう飯の時間だ、帰るぜ。はい、夜イベントを待っても、いる、おりましたので。なんか怪しかった今。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。よし、これでここのキッチンかな、砂糖水。これでムシムシ大量獲得だ。お、よし。でよ、で夜ヤスコの部屋とシゲルとあれの部屋、タケシとシゲルの部屋、ここですよね絶対。夜なのにいないんだ。あ、いる。びっくりした。おいお前、人の部屋に勝手に入ってくんなよ。え、ごめんなさい。いいんじゃないの、一月いるんだろ。うん、バリア張っても無理無理。でもあまり大きな顔すんじゃないよ。顔が大きいのは生まれつきらしいんだけど。なあ、ところで昆虫採集セットもう見た？うん、僕の机の上にあったやつだね。そう、結構順番があれだな。あれ、俺もう使ってないから貸してあげるよ。もうバリバリ使ってます。ほんと？ありがとう。まあ何か困ったことがあったらもうバリバリ使わせてもろてます。うん、分かったよ。自由研究、僕たちは朝顔を育ててるんだ。朝顔育てた、私も。種をまいたのはここの窓のすぐ下なんだけど。朝咲くんだよね、朝顔って。僕ちゃんも一緒に競争する？え、どういうこと？お兄ちゃんと僕でどっちが早く咲かせるか競争してるんだ。左側のがお兄ちゃんで、真ん中が僕で、右端が僕ちゃんっていうのはどう？オッケー。毎日水をやればいいってこと？そう、大正解。お、サイモン。なんだか面白そうな話だね。おや、カメラマンが登場だぜ。毎朝撮ってくれる？この人、サイモンって言うんだ。ずっとうちの2階に泊まってるんだけど。じゃあ、サイモン、朝顔が咲いてる間だけ、うん、毎日1枚朝顔の写真を撮ってあげるよ。やった。大切に育てれば、それだけたくさん写真がもらえるってこと？それはやりがいがあるじゃん。楽しみにしててね。で、朝顔どこですか？でも私忙しいんだ。よりヤスコのとこも行かないといけなくて。ヤスコ、今行くぞ。こっち？こっちじゃないな。ヤスコ今行くからな、待っててくれ。わあ、ここめくりたい。まためくってザリガニ見つけたいけど、ヤスコが待ってる。ヤスコ、ほんと大音量で音楽流しすぎだよ、ヤスコ。お風呂上がり？ヤスコ。あ、違う！話しかけたかったのに。こんばんは、僕くん。こんばんは。今日も昼間暑かったね。うん。そうだね、お姉ちゃん。
ところでさ、私、ヨウくん家に行った時、おどおどしてたかな。してた。おどおど？完全にしてた。ビクビクしてたかなってこと。え？どっちもなんだかよくわからないけど、どうしてそんなことを聞くの？うん、どうしてだろう。いや、こういうことって自分ではよくわからないことだからさ。なんかおどおどしちゃうんだ。よくわからんな。男を夜に呼び出しておいて、人の違う男の話を、違う男の話をしてよる。よくわからんな。朝顔どこって言ってた？お水あげないといけないんですけど。あ、めくれない夜。あ、めくれる。何もいない。なんか夜にしかいないやつみたいな、ないのかな。砂糖水は、あ、砂糖水仕掛けときますか。どこの木でした？こっちだ。この木だ。砂糖水塗ろうっと。よし。チュって、チュって言ってた。朝顔どこ？お家の裏とかじゃないのかな。これ朝顔かな、もしかして。一番右がボクちゃんでしたっけ。確か左がタケシで、うん、真ん中がシゲルのやつなんだ。うん、だから右のやつが僕の朝顔になったんだけど。水、これか。え、何今の、蹴った？蹴りました今ホース。ホースであげなよ水を。ねえ、違うよ。なんで蹴るのこの人。え、ねえ、水をあげてほしいの。これ水出す？おお！ちょっと待って、行儀悪い。行儀が悪いよ。なんで手であげようとしないの？ホース手で持ってさ。さあ、ボクくん、絵日記書いて。はい。おやすみなさい、しましょ。しましょ、うん。おばちゃん、おやすみなさい。おやすみなさい。安子姉ちゃんに村の中を案内してあげたんだ。え？案内してもらったんじゃないのかな。幼馴染とまた仲良くすればいいのに。今日ちょっと BGM 大きいね。はい。この辺でじゃあ今日は終わっておこうかな。3時間ぐらいやったので。思い出ってなんだろう。あ、なんか思い出が出るのかな。はい、じゃあ今日はこの辺で終わりにしましょうかね。はい
明日もまたやろうかな。夜の9時からはドラクエやるんですけど、昼間起きてちょっと今日ね、さっき帰ってきたばっかりなんで、いろいろお家のことをして始めたいと思います。今日もご視聴ありがとうございました。お昼何時ぐらいからしようかな。今2時だから、でもどうだな、どうだな、だって12時ぐらいからしようかな、お昼。いやでも起きられるかな。でも12時ぐらいからしたいなっていう気持ちです。はい、ということで、今日もご視聴ありがとうございました。よかったら評価ボタン押していただけるととっても嬉しく思います。そしてまた見に来ていただけるともっともっと嬉しく思います。私の夏休み今日始まったんですけども、3日かな。すごい、この画面ではみんないる夜に。はい、3日ほど経ちました月曜だけどドラクエ、あ、月曜か、今日。じゃあドラクエじゃない、ごめんなさい。じゃあぶっ通しでできる、明日。明日ぶっ通しでできる。あ、どうしよう、水曜と勘違いしてました、ごめんなさい休みで曜日感覚が、ごめんなさい、間違ってたね。はい、じゃあ明日はぶっ通しでお昼ぐらいからやっていこうかなと思いますすいません、間違った情報。はい、ということで今日はおやすみなさい。バイバーイ。